アレックス・ウィルソンは、ジャマイカ・キングストン出身で、スイス国籍の陸上競技選手。専門は短距離走、100メートルで10秒08、200メートルで19秒98の自己ベストを持つ、両種目のスイス記録保持者。スイスには2004年から住み、2010年に市民権を得た。2004年に、ジャマイカからスイスに移住。 2010年5月30日にスイスの市民権を得て、同年6月18日からスイス代表として競技することが可能となった。2011年5月28日のアトラティケイジェニーブ男子200メートルで20秒51の自己ベストをマークし、1995年にケビン・ウィドマーがマークしたスイス記録に0秒10差と迫った。 2013年7月6日のミーティングでラグラー、男子100メートルで10秒12のスイス記録を樹立し、1995年にデビット・ドーレイがマークした10秒16を塗り替えた。2014年8月のヨーロッパ選手権、男子400メートルリレーでアンカーを務めると、予選を38秒54のスイス記録で突破。決勝でも、予選のタイムに迫る38秒56をマーク。 したが、3位のフランスと0秒09差の4位で惜しくも、メダルは逃した。2017年5月27日のクロフルズ、柄男子100メートルで、自身の持つスイス記録を4年ぶりに更新する10秒11をマーク。男子200メートルでもスイス記録を22年ぶりに更新する20秒37をマークした。2021年7月18日、 アメリカのマリエッタで行われた大会の100メートルでヨーロッパ記録を上回る9秒84、200メートルでは自己ベストを上回る19秒89をマークしたが、危機に不具合があったとして公認されなかった。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。備考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。